今日のアベマを見てくださった方はわかるかもしれないけど、なんかフロア床を使ったような振りがあったんですけど、ラブコッチのそういうのも好き。フロアはめっちゃ好き。床使ったのとかは結構好きです。実は幼稚園の時ヒップホップやってて、おーなんかね、握手会でなんだっけ、何の話しようです。あ、ダンスだ、ダンス私もやってるのとか、やっててなんか応援したくなったとか親近感湧いたとかなんか言ってもらえるのがすごい嬉しいっていうお話。わあ、もろこしつっちーさん、とろろんさん、ハートありがとう、ラブ。日曜の夜配信嬉しい、明日から学校頑張る、嬉しいお言葉ありがとう、ありがとう。なんか話したいことがあるんじゃない？でもな、曲のこととかを本当はすごい話したいけど話せないもんな、まだ。でもすごい楽しみにしててほしい。私は好き。さっきもずっと 見ながら寝そうになってた。その振りの動画を見て、見ながら覚えようと思って見てて、ずっと見てたら寝そうになって、ああどうしようと思ったけど、ちょっと話したいなと思ってショールーム弾丸でやっちゃった。はよ聞きたい、はよ話したいですね。話したいことはねいっぱいあるいっぱいあるぜ。そう、ちょっと待って、音楽がうるさいかもしれない、消しました。でもね、なんだろう、アゲアゲの時よりも恋トラの方がだし、恋トラの時より今回の方が、なんか一番最初の振りを入れてもらったばっかの時の動画のなんか成長ぶりがね、なんかね一人一人がすごい変わってて感動しちゃった、電車の中で見てて。そう、そうだね、内容とかがね話せないかな、今のとこはこれぐらいで。曲については今日は外静か、確かに窓閉めてるしね。今日はね、あ、雨だった、忘れてた。でも傘は忘れなかったよ今日。君のことが早く見たいよ、私も早く踊りたいよ、歌いたいよ。バトルなしの曲も聴きたい。あ、そうだね、次のアルバムじゃないわ、 CD の発売が決定したんですけど、それはファミリー全部のグループ全員で表題曲歌って、でシャッフルユニットがカップリングに入ってるっていう形なので、新しい感じだね。ドキドキワクワク、どんな感じなんだろうね。でもみんなで歌えるの嬉しいよね。シャッフルユニット楽しみだよね。コンサートの時もシャッフルユニットすごい楽しみだったし、楽しかったね。そう、位置とかもね、いや誰とかはまだね、内緒でヒヒヒ。そう、でもお楽しみにですね。そう、私は今日いろんな喜怒哀楽、そうそう、モバメをね撮ってくださってる方、さっきメール送ったので見てね。そう、曲も誰作るんだろう。そうだね、わかんない、全然わかんない。私もあんまりわかってない。そう、だから私も気になってる。あ、そうだ、爪塗った。ダンス選抜面白そう。ミフリマーさん、ハートいっぱいありがとう。お星様投げてくださってる方もありがとう。とうとう、
いたたたた。なんか今日携帯めっちゃ揺らしちゃう。地震起きてますか？つつつ。ロンちゃんこんばんは。気づくの遅かった。あ、雪花ちゃんこんばんは。ね、弾丸過ぎちゃったからね。もしかしたら多分気づいてない子も聞こえるかもしれないから申し訳ないんだけど、でもちょっとお話ししたかった。今日 iPhone ケース入っちゃった。探したけど同じの売ってなかった。本当？あのね、どこだったっけな、プラザかロフトかどっちかに売ってる。プラザかな、ね、売ってるよ多分。結構売ってる。何個かのお店で見つけた。サムサム毎回いい曲。嬉しいね、いい曲だよね。ソーリーヒゲソーリー。めっちゃちっちゃい子の、ちっちゃい子みたい。タレメでまいタレメ今日もうね、今ね眠たい。結構なんかね眠すぎてさっきから文字がぼやけてね。びっくりした、びっくりした。ごめんごめんなさい。スマホでしてるの？うん、スマホでしてるよ。スマホで、スマホなんかスタンドみたいな、あのスマホスタンドをね、ファンの方がねくださったから、それを使わせていただいております。イエイ。それでもショールームやるあたり押せるだって、イエーイ。いつもお疲れ様、たくさん寝ていい夢見てね。優しい、ありがとう。いい夢見てね、みんなも。あ、この前の配信来てくださった方、私夢に出た？結局出なかった？どう？お、なんかめっちゃ面白いサングラスが出てきた。ピンク。今日も歩いたの？今日はね、あんまり歩いてない、歩いてないけど違うお勉強とかをしてきましたね。特訓中でございます。夢の出演料、夢の中の出演料払わなかったから出ませんでした。だっていつでも夢に出てきて。お、雪花ちゃんの夢に、じゃあ今日も、今日も出ますね。今日もとか言って、この前出てなかったらどうしよう。ん？さっぱりピーマンと何キャベツ？やみつきキャベツだよ、やみつきキャベツ。夢で会いたいよ。いや、ぜひぜひ夢でも現実でも会いましょう。イエーイ。今日めっちゃ近づいちゃうね。昨日あんま近づかなかったの。もう眠たいからぼやけてるのか。今夜は出演お願いします。あいよ、来て来て。やみつきキャベツ、え、やみつきキャベツ言わないかな。あと満員電車はキュウリの詰め放題ってやっぱり思う。今日も思った。それでキュウリを思い出したからキュウリ食べた今日。キュウリのなんかを作った。なんだったっけ、キュウリのなんちゃらかんちゃら作った。めっちゃアバウト。誰にも伝わらない。キュウリの何かは物体です。髪型はロングに決めたの？髪型はロングに決めた。うん、あ、伸ばした、伸ばしてますね。でも前髪はちょっと今切りすぎちゃったから上げてますね。今ちょっと大眉気味なのでね、難しい、巻くのが今の長さ。失敗ちゃったからちょっと上げてるの。あは。今日キュウリ使って色にしようとしてたのに忘れてた。今思い出したのね。かわいい。黄
きゅうりのなんとか食べたい。今日デコ出しててびっくりした。あ、今日来てたのね。そうなのね。え、ちょっと見つけれなかった。ちょっとね、今日緊張してたからね、周りを見てなかったね。はっはっは。アイロお姉ちゃん来てありがとう。あと5分だって。明日から研修なの。え、嘘嘘言ってよ、恥ずかしい。おでこだった、おでこ。そう、なんだっけ、前髪なし子さんだった。久しぶりにマヒロのショールーム来た、嬉しい。おでこ綺麗、ありがとう。あれ読んだかな。もう眠たい。大変だ、なんてこった。明日から研修なの、元気になれるメッセージ。そう、それを言いたかった。頑張って頑張って、とにかく頑張って。はあ、頑張ろんちゃん。おでこ好きなんやね。そうなの、おでこ。じゃ、おでこだけアップにしてくれ。なんてこった、パナコッタ。そう、パナコッタ、パナコッタ。マヒロ起きてますか。起きてます、一応。56分、早い。ちょっと時間できない。なんか早いね、こんなに30分ぐらいって。早かったっけ、おかしいな。楽しい時間はあっという間ですね。自分で催眠術かけてないよ。腰痛大変だ。ありがとう、嫌になったらこの動画見て。嬉しい、綺麗な二人、ありがとう。だってからテストだ。忘れてたの、大変だ。仕事から帰った、熱があった。困った困った。大丈夫ですか。あったかいもの食べて。時間はあっという間ね。眠くても配信してくれ、まひろ好き。いやー嬉しい。おでこペシペシしたくなる。どういうこと。ペシペシ。デコピンじゃなくてペシペシなのね。57分、いやー、まひろは癒しで嬉しい、ありがとう。次は気づいてもらえるように、ごめんごめんなさい、申し訳ない。ちょっとね、今日は緊張してたの。アイシャドウキラキラ、そうキラキラなの。見える、見える、ほっぺた叩けば起きるさ。明日から頑張、ありがとう。そう、明日も頑張ります。明日もメンバーに会えるので嬉しいのです。ハッピーハッピーハッピーとか言っちゃった。ハッピー。眉毛きれい、嘘、ありがとう。でも今日ちょっとね、眉マスカラしかしてないの、書いてない。本当に叩いた。叩いちゃうよ。こんばんはです。あ、ガタガタさんありがとう。では、寝る前にすること、寝る前にすること、寝る前にすることなんだろう。寝る前にすること、あ、でもおやすみ煮込みうどんのメールを送ったら、タグを見てる。あ、そうだよね、そろそろあれだよね、ランキング。あとリップとかも見てるよ。なんだろうな、あとみんな逆に何かありますか。だから携帯触ってるのかな、私は。 あと音楽聴いてる。ではランキングを読みます、いきますよ。あれ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 、13位がいない。え、誰か教えて、誰か教えて。ちょっと13位飛ばすね。あれ13位からじゃなかったっけ。せーの、え、13位がない。いや、12位カンズーさん、11位マイネームは、待って、はさん長くて見えてないのか。やばい、今日全然見えない、寝ぼけてるのかな。10位ゆうこさん、9位ピエカズさん、8位トロロンさん、7位オールドルーキーさん、6位ミフリーマーさん、5位スグルさん、4位ゆっかりパパさん、3位あやはさん、2位モロコシツチさん、1位オメガセブンさん。あ、畑さんか、
イエーイ。13位よ。ありがとう。あ、エースさん、ありがとう。では、いきますよ。せーの。おやすみ、ソニコミュードー。